エヴァのいろいろ一問一答。今回は中学2年の国語で新しく習う漢字を読む一問一答です。中学2年では370字ほどの漢字を習うので、今回はその第2弾の125字になります。表示された漢字を読んでいき、読めない漢字をなくしていきましょう。今回の漢字は東京書籍さんの新編新しい国語2を参考にしました。教科書の出版社によっては一部の漢字が3年生で習うことがありますことをご了承ください。滝壺、光沢、浅瀬、釜飯、麺類、養蜂、蜂蜜、救命艇、船舶、偽る、純粋、把握、舞踊、軌道修正、内弁慶、是非、長寿、コロナ禍、衰退、主催、屈辱、漫画、清廉潔白、亜寒帯、露骨、先輩、既得、顕微鏡、空洞、拘束、缶詰、貝殻、冷凍、取る、雇用、主戦度、奴隷、悲惨、侵入、潜水、宝石、
窓枠。炭鉱。年齢。指摘。袋。雑踏。わずか。企業。哀れ。秩序。瞳。哲学。恥じる。試行錯誤。湧水。挑戦。劣悪。比較。化粧。鍵。曽祖父。抽象的。普遍的。特殊。解析。実践。模倣犯。一目瞭然。曖昧。読書三昧。囲碁。銃声。執筆。患者。診察。訃報。合併。渓流。絞る。痕跡。冒険。会議に諮る。勧誘。推薦。卸売業。長唄。随筆。鎌倉。
紫外線。蛍光灯。霜。趣味。簡単。謙虚。謙遜。冷房。俗世間。名称。活躍。逸話。稽古。初詣。前奏。僧侶。除夜の鐘。帝王。旦那。必須。センス。名誉。漂着。串焼き。沖合。つつうらうら。耐える。徘徊。唐突。促進。稼ぐ。虐待。敏感。花婿。新婚。花嫁。お疲れ様でした。今回は中学2年国語で習う漢字の一問一答でした。中学2年で370字ほどの漢字を習います。3動画に分けたので第1弾第3弾も合わせてやってみてください。このチャンネルではあらゆる情報をシンプルに楽しく学べるように一問一答形式で作っています。よければチャンネル登録と高評価で応援いただけると嬉しいです。今回もご視聴ありがとうございました。エヴァのいろいろ一問一答でした。